りあえず経験値増えてるからね。10まで高速で行ってしまいますよ。 1.5 倍。いけい。動いてない人いる。チェックしてんだろうな。スーパー着地だぜ。行かない方がいいな。仲間来るまで待っておこう。スーパー着地、スーパー着地、そんなとこで使ったって。マルチミサイルにロックオンされた。ハイプレッシャーにも突っ込まれた。マルチミサイルので死んでる。一人も初心者とかいうレベルじゃないぐらいの人がいるからな、ちょっときついな。これ多分まずい。戦わない方がいい。ダメだ、あの人のエイムは期待できない。スーパー着地を使って一気に攻めたいが、ここまで塗られてると簡単に逃げられちゃうんだよ。よし、着地、よし、やっと一つゲットしたが、これ無理だな。インクが足りん。中央を塗り返すこともできんし、倒すこともローラーならな、一気に無茶することもできるけど、正直きつい。スピナー持ってんじゃねえか。ナイス、今のはいい。とりあえず中央取り返した。よし、ここに行くのは無茶だね。誰だ。マジか、やっぱ足場乗らないとどうしようもねえな。ほらもうこの状態で。バリアダメだ、ちょっと明らかに ひどいエイムの人いる。これは勝てない。はい、ダメ。でもそんなに差開いてないっていうね。その割にみんな結構ランク9とか、まあね、交代でやってるかもしれないからな。ふう、やっぱローラーにするかな次は。行くぜ。開始と同時に動かずにさ、ジャイロをチェックしてる人怖いよね。敵は2人ぐらい突っ込んできてるな。中央の取り合い無茶すんな。1人で行ったら勝てないだろう。スーパーチャック黙った。ここでプレッシャーだけかけといて、ほらほら、ここで俺がプレッシャーかけて、お、そこ行ったらダメだろう。せっかくプレッシャーかけてんのに。俺のエイム力仕事しろ。うちの陣地入れ込まれてる。飛び込んできたやつは倒してない。
な、ナイス。ナイス。ちょっと取り返しておこう。孤立したろ。スーパー着地だ。そう、あれで煽りが来たらこう通報だぜ、通報。ゲージ溜まってからの俺が一番やりたいやつ。よし、あー、打ち裏入られ込まれてるな。無視して相手の陣地塗るのも一つの手段だけど、これもいいんじゃない。帰った。俺も行く。後ろから塗る。マルチミサイル。着地は逃げる。帰る。よし、うちの陣地だぜ、そこは。しかし足りんな。もう一人来てんじゃねえか。これは相手の陣地塗りに行った方がマシか。ちょっとでも塗れ。どうだ、マップ見てる余裕なかったけど、いけてるだろ多分。中央あたりだいぶ取ってるから。よし。なんかね、ラインが出てからさ、こう中央の取り合いじゃなくて裏回りがでだいぶ楽になったね。このマップ俺が一番活躍していないだと。もっと塗りを優先すべきなのか。ギアパワーアップ。よし、ローラーに変えよう。ギアもできちゃったし。武器チェーン、武器チェーン、カスタマイズ。やはり私はローラーだよ。まあ、まずはギア埋めていく方向で。はい、OK です。え、組み合わせ的には安全靴、うん、合ってる。で、インク効率アップ、合ってる。死亡時、ゲージ、うん、減少、うん、合ってる。意外に合ってる。うわ、ローラーでパーキング、ローラーパーキング。いや、そういうわけではない。うん、ローラー2人。あ、チャージャー、向こうバランスいいな。カーリング一発落としといて。これあれ行ったらダメだって。3人ぐらい来てたの見てた。あえて無視してさっと。バレてるまあバレるわな。マルチミサイル、ナイス。ここ飛び降りても大丈夫か。来いよ。来た瞬間殺してやるよ。来ねえな。しゃあない。来てんじゃねえか。嘘だろ。バッシャーで死ななかったぜ今。そりゃ死ぬよ。何そんな無茶した。止まって撃ってる。
一旦これまずいな。帰ろ。ナイス言ってる暇あったら敵を倒せ。そこだ。よし、これができるのがローラーよ。敵うまいぞ。っていうか、じゃあボム投げながら帰っていく。勝てんな。言ったらいいけど実力差がだいぶあるぞ。その裏にいるのは知っている。でももう残り時間ないから飛び込まないわけにいかないんだね。ここからはいけん。せめて真ん中取り返すか。2人倒してる。いけるか。ちょっとでも塗り直せ、ちょっとでも塗り直せ、ちょっとでも塗り直せ。ああ触れなかった。最後真ん中取ってる。いや取れてないな。負けてる方が多いなこれは。ダメだ。やっぱ塗るだけなら若葉強いな。てか今回からねデス出なくなったんだね。よし、こっちの方がいい。ローラーは、うん、お若葉だらけ。なあ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 。運動会始まりそう。仲間早いし、ちょっと合流するか。うまく濡れてね。カーリングボム引いた方がいいな。危ないな。前に、よし。あー誰も援護来てねえ。てかまだ自分ずっと塗ってる人いる。仲間が合わせてくれないとローラーは無理です。スーパーチャックし貯めてからにしよう。無茶な飛び込みやめろ。よし、それは無理。これでは許さん。二人ぶっ倒してる。一気に取り返す。まだ二人生きてる。ここは甘い。仲間守ろう。釣られなかったか。あーシールド結構厳しいな。全員負けたのは痛い。どんだけ内側入られてるのっていう話。ローラーだからって無茶な突っ込みしまくりゃいいってもんじゃねえんだぞ。ボコられてる。無理、守れん。まあ、その分倒したんで許して。取り返しに行くぞ。もうこんな真ん中全部塗られてたらいけねえよ。でも無理してでももう行くしかないんだよね。こうなると、こうなるともう時間わずかだから、まあ無理だわ。
このゲームは塗るゲームなんだけどな。もう真ん中全部塗られてたらローラーなんかどうやっていけっつうの。塗り直すことすらできない。てかローラーさんってバランス悪っ。塗りで負けてる完全に。まあまあバランス、あ、ザッパー持ってるやついる。でも敵もバランスいい。とりあえず、おっと、これは先に一気に相手の足元まで行けるやつや。誰も来てないんならここもらっとこうね。美味しいんだよここもらっとくと。全然来てねえじゃん。この辺先に陣取っちゃおうぜ。ナイスバリアー。よし正解。もう一匹いる。ラッキー。帰ろう帰ろう帰ろう。塗りながら帰る。やっぱマップ見ながらね、敵がどこいるか分かるっていうのほんと重要。着地、よっしゃ気持ちいい。ダブルキル。あー、インクがなくなった。ここ飛ぶか。タイミングよくね、2人来たね。気持ちよかった。よっと、これ時間制なの。逃げとく。守らせない。守らされてしまった。中央は取れてるんだけどな。おっとまずい。これは敵の陣地まで。無理だな。よし、適当にぶち込むしかない。危なすぎて。行く？行くんなら俺も行くか。よし、せめてね、俺がおとりになってる間に2222交換。そしてその間に裏に一人回っている。うっそー、無理だな。もうこの状態で死んだら何にもできんわ。ああ、今の最後のミスが痛すぎたな。これは中央の取り合いした方が良かったと思うんだけどな。裏行ったってローラーが一人抜けたら一気に塗れるけど、ほら全く塗ってねえし。え、今裏抜いたよね。なのにそんだけしか、233しか濡れてねえの。スケジュール更新。あ、チョウザメ造船、富士壺。知らない。チョウザメ造船は初めてじゃないかな。ただね、一度もローラーで勝ててない。さあ、チョウザメ造船、ここ初めてじゃないかな。散歩もせずに試合とな。全くわからんよ。適当に言ってる。
どこが濡れるどこが濡れないとかそんなのも全くわからん。広いなマップ自体も。これ以上はまあマルチミサイルに6本だっけ。次4ドイツ行こうか。いやールートとかさ袋工事とかすらわからないっていう。戦う時にマップがないっていうのね、どれだけきついのかがわかる。え、なにこれ、ちょっとちょっと結構当たったって。バリアだバリア、バリアさ、なにそれ、すっごい大きくなっちゃった。カーリングイージー行くな。ちょっちゅ、やっぱマップ知らないってきつすぎるな。それそれすっげえでかくなっちゃった。来ても知ってんだよ。帰れ帰れ。よし、うち死にまくってんじゃねえじゃん。仲間とタイミング合わせないとこんなのいけねえよ。これはダメ。シールドー、シールドさほんときつい。つまり仲間と攻めないとダメだね。シールド貼られてるよ。またシールド貼られてる。もうなんでやねん。敵若葉まみれでシールドまみれでちょっとローラーがさ一角だからさ、圧倒的にシールドと相性悪いんだけど。こんなとこまで塗られてるんだけど。ローラーとシールドの相性が悪すぎるんだ。プラス今始まったばっかりで、ある意味半分ぐらいの人は若葉だから、今ローラー使わない方がいいんじゃねえかな。相性最悪だぜ。しかも一人落ちてるし。